花輪くんの注射はドキドキ不要の巻。さくらくん。はいはい。運転疲れただろうから、注射は僕に任せておくれよ。花輪くん、運転できたんだね。まいつもはヒデジーに運転してもらってるけど、僕も免許を持ってるんだよ、ベイビー。へえ、そうなんだ。知らなかったよ。あれ？おかしいな。なかなか手強い駐車場だ。ちょっと待ってくれたまえ。花輪くん、落ち着いて。タイヤがこっちだから、こうやって。こっちがこうだから、花輪くん、この車にはパノラマモニターっていう便利な機能がついてるんだよ。ほら、見てよ。サイドもこうやって、後ろもちゃんと見えるんだ。ほら、上からもちゃんとね。意外と簡単じゃないか。すごいでしょう。上からも見えるなんて、なんてブラボーな機能なんだ。でしょでしょう。どうだい？次はさくらくんも簡単に駐車できるんじゃないか、ベイビー。いやいや、トコットは私の車なんだって。いつもの私で楽しトコット。ダイハツトコット。